アンナリーザは、イタリア共和国リグーリア州、サボーナ県出身のシンガーソングライター、レコードプロデューサーとテレビタレント、アニリセ、または、ナリーの名で知られている。2010年から2011年に、イタリアのタレント賞、アミーチディ、マリアで、フィリッピのシーズン10で2位になり有名になる。リグーリア州、サボーナ県カルカレで育ち、幼い頃から音楽と歌を学ぶ。 13歳からバーテンダー、ミュージシャンとして活動し始める。トリノの大学で物理学を専攻し、2009年に卒業した。2011年にイタリアのタレント賞、アミーチディ・マリアでフィリッピのシーズン10に参加し、2位となり、プレミオデラ・クリティカも受賞した。2011年3月に彼女のファーストアルバム、ナリーがリリース。 フィミーによるイタリアのアルバムチャートで2位になり、プラチナ認定を受けた。2012年にイタリアのシングルチャートで9位に到達した彼女の最初のシングル、ディアマンテレイ、イエル・チェリーはゴールドに認定された。さらに、このシングルはプレミオビデオクリップイタリアーの2011で優勝した。セカンドシングル、ジョルノ・パー・ジョルノは2011年5月27日に、 リリースされたアルバムありがとうございます。